岩ピクミンの数えぎいな、やっぱり。一匹死んでんな。いや、一匹死んでんな。あれ一匹、あれ気のせいでしょ。まあ、気のせいだな。ブーン。さあ、どこに行こうか。これ、体勢が悪い。あ、もう寝転びたくね。寝転んでやるなよ。寒い寒いマウンテンだ。寒い寒いマウンテン。前も言ったな。前も言ったろ、絶対これ。寒い寒いマウンテン。すごい、あれ、本当に CNG が広がった。あの辺りから謎の電波が発生されますね。あれは、食料かもしれない。あの食料から電波が出る世界線なのかここかもしれない。やばそう。もし行くか。ブン。その前にあれやろ。パパはおばあは。レッツゴー。なんか大吹雪やん。俺だけ？ちょっとスキップしちゃったからわけわかんないけど、多分はぐれたんだろうねこれ多分。おいスキップすんなよ。ピクミンがいねえ。どうする？どうするじゃなくてどこに行けん？どこに行こう？あこっちか。ん？ん？あキリピクミン。ディ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 。あるるおるる。あるるあるる。なんかおめえ抜いてんな。電気を通さずにはいられない。何を言ってんだお前は。お前は一体何を言ってるんだ。ピーガガ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 ブーンブーンブーン。なんでスキップしたんさっき。やりました、やりましたな。まぶしい。クリーンの頭。確かにまぶしいわ。やばいな。とりあえず20体、よこせたんですか。早く運べ、社畜ども。おう。うわぁ。うわぁ。違う。なんか違う。うわぁ。それは。だって、海王様とザマスでちょっと渋滞してるんだけど。もう20揃っとるの。よし、やるか。突撃。お願い。おぉー言わんかった、今。おぉーって言わんかった。俺多分引かれたね、今。引かれた、マジで、うん、マジでほら、おお今俺引かれたで。あ、ちょっと待って、あ、そっちかい。俺がこっちかい。いや、頑張って。あ、頑張るわ。何かできることが。戦闘員は多めにしとこう。あの、戦闘員赤ピクミンの方がいいかもな。あの、突然、あの、ね、け、あの、単発は強いけどな。待って、赤増やすんだった。あの、飛んでる相手には強いかもよ、案外。あ、突撃で通用しない相手。こっから受け渡しができるわ。こっから受け渡しできるだよ。うわ、びっくりした。え、待って。ここの BGM あれだ。眠りの谷の BGM。ピグミン2の最初のステージの BGM。そうだ。うん。全く同じだった。知らんかった。え、これやるの本当は2回目なんだけど、全然知らんかった、これ。やるの2回目ってどういうこと？あの、デラックスじゃない方やってるけど、案外ピグミン2より覚えてない、俺。あの、正直ピクミン2よりも覚えてないっていうね。これ。そういえば。あー、なんか全部来た。そうそうそう、全部これ。全部じゃない。あの、必要な、必要そうな分だけ。あー、わかった。じゃあちょっと待って、これは。そう、キリピクミン足りなかったら言ってね。いや、ピクミンの数が多すぎるから減らさないから。あ、そういうこと？全部10でいいや。あ、それ、これ壊せるじゃん。あ、でも岩ピクミンの受け渡しも欲しいかもな。あ、これか。そうそうそう、矢印のところ。そのためのネジ。そう、録音用のネジなんやな、これ。へぇ。5だけあげるわ、岩。了解？頑張れ。頑張れ、黄色。やりますね。頑張れ、黄色。こっちも頑張れ。すげえ、向こうの吐く火をものともせずにやっていこう。普通確保簡単だから、まあ。お？え？
ああ、困っ、あれか。ああ、黄色だから黄色に戻ろうとしてんのか。そうそう、黄色に戻ろうとしてるからダメなんだ、今は。黄色に運ばせちゃダメ。あ、こっちも困っちゃうからダメだ。え？は？今必殺仕事人がなんか流れてきたんだけど。ってこと、俺黄色増やせんな、今。こいつか。岩多めの方が良かったんかな、やっぱりそこは。いやでも雪玉に潰されても俺は死なんわ。よし、この雪玉は大丈夫っぽい。ピクミンはこれは何。待って、ああ間違えちゃう。仲間を投げ渡す。こっちはダメだな。やめろー、こっちに来るんだ。我々は極寒の大地で雪の上で秘密を埋めた中年男性の顔にも見えるが、なんとなく見覚えのあるものだった。今は見ることで我らがここだけ見るとも社長に似てるのだ。特に腹当たりが。そうか。あ、これか。あー、確かに似てる気がする。キャプテンに似てるか。キャプテンが、あのキャプテンに似てるか。つまりキャプテンは社長に。俺そっち側が何が起きてるかわかんねえけど、お互いがお互いで実況しなきゃ。そうやな。うずうず。課長員が落ちた。課長員。あ、だからあの課長員。課長員言うな。しかねえな画像これ。課長員言うな。レロ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 。じゃあ課長員がっていうか岩がめっちゃ増えたし。がっつくようだが、その次僕にくれないか。大好物なんだ。Thank you. Thank you. ルル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 ルで、これどうやっていくべ。もういいや、ほとぼ黒よな、今。うん、死んだ、まさか死んだんじゃないの。あ、あ、これん、あ、これじゃない。死んだんじゃないの。めっちゃなんか、川崎やべ、うまくねなんか急に、久しぶりにその、あー、やっぱり怒ったわ、勝手に。死んではない。うわ、赤めっちゃ食われた、最悪。あー、そいつ燃えとるけんな。 あ、ポンガシグサか、これ。これ投げ入れるとなんか変換できるよ、ピクミンが。まあでも赤ピクミン入れたところだけどな。まあ要するに変換器だから入れてもあれなと思う。しかも使いすぎると枯れちゃう可能性があるからな。そのピクミン1仕様だったら無限に使えるけど、ピクミン2仕様だとは、あの、枯れる。きっとキャプテンだ。よし、ほっとこうぜ。おい、ちょっと、住むべき場所は、これなんだ。これがわかんないから、ちょっといっか。あ、おお、よし。犠牲もあれと倒したな。頑張れ。なんか運び始めたな。おお、そっち？進行方向。やばい、進行方向まずいかもしれないこれ。あ、そっちで大丈夫か。一応。こっちね、鉢がちょっとずつ出来上がってきてる。そっちは？まあまあできたんじゃ、ほら。おお。で、それを運び終えたピクミンたちを。あ、こういったんやね、俺は。こい、こ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 。え？え？
え？俺どうやってそこ登れん？それを運べってなってる？いや、なんかいけれねえ、そっちに。ね、ピクミンを投げるとか、そのバウンドさせて投げるとか。え？これ何？紙袋じゃねえ。あ、向こうからじゃないと押せない、多分それ。じゃあここほっとこう、わけわからん。多分こっちの作業は終わりそう。あともう少しで橋が完成する。マップ確認してみたら、そっち。こっち一生わら。見つからんのやったら確認してみたら。そういや、こっち全然来てなかった。マジかよ。すぐ目の前にあった。はい、一瞬で作業終わり。マジかよ。これが労働力の暴力ですよ。オッケー、こっちも一瞬であれした。おい、じゃあ今ピクミンが働かないでござる。やべえ、ファントムさん積んでね、それ。完成したな。やったぜ、やったぜ。あ、ビリー、あの犬みたいなやつ。はい、全員集合。はい、全員集合。はい、全員集合。あ、もう全員揃ってあの壁破壊して合流するだけで終わっちゃうな。なんか4人ぐらい足りん気がするんだけど、気のせいかな。あー、埋まってる、もしかして。あー、じゃあもう解きましょう。まあ、とりあえず RT 入れてくるわ。危ない危ない危ない。おめえこ、あー、ない。今音あれせんかったよ。じゃあ、おい、はっ、じゃあ、恐怖のチャッピー。おお、危ねえやつおるじゃん。え、おるん、もしかしてこの地に。あの恐怖のやつ、恐怖のクマチャッピーおるんか。嫌やな。嫌やな。それは俺のおかげやで。やぶれかぶれ、やぶれか脅威、やぶれか脅威。やぶれか脅威。おお、おしおろい。10東海切られる。はあ、お腹が空いて死ぬかと思った。死ねえ。死ねえ。はあ、俺だけの食料があればしばらくは生き延びられそうね、と思っていたのか。すべての食料が何者かによって食べられた。あ、なんか食べ方普通やな。食べ方普通な。タイロンの洞窟とドレイク号の着地点を結ぶ掛け橋についに完成した。掛け橋についに完成した。メリトリさんが連れてきた金融機器は電気に耐えられることと耳が大きいことにどんな特性を持っているのか。高く飛ぶ。キャプテン、カサと救わないとゲームオーバーなるぞ。やべえ。キャプテン、あ、キャプテン、あ、キャプテンなんていたっけ。多分いたんじゃないかな。キャプテン、あ、いたっけな。そんなやついたっけな。